こんにちは、坂本博史です。今日は、新型コロナウイルス COVID-19 について、公開用の動画を撮影します。これまで、1年以上、YouTube の動画は非公開でずっといろいろ上げてきました。自分の受講生、クライアントさん向けの非公開動画をずっと上げていたんですが、今回、社会的に非常に、なんていうのかな、不安が広がっている新型コロナウイルスについて、あるいはそれに対する、考えだったり思いだったりっていうものが非常にネガティブな方向に広がっていってるので、少し情報を、伝えておいた方がいいかなと思って、今回は公開動画を撮影しています。この動画を撮影しているのは2020年の4月1日なんですが、昨日、一昨日、つい先日、ツイッター、フェイスブックに、その COVID-19 に対する、投稿を一つ挙げました。で、その内容というものは、不安になっているときは、IQ が落ちるので、IQ を上げていきましょうと。で、そのためには、正確な情報を冷静に判断していくことが重要ですということで、その時点、3月30日あるいは31日の時点での、COVID-19 の国内感染者数、死亡者数で、それの、日本人口に対する比率、パーセンテージっていうのを挙げておきました。で、それと比較する、してもらうために、交通事故か、日本国内の交通事故の発生件数と死亡者数、それと、自殺者数と、あとは例年毎年起きている、毎年やってくる季節性のインフルエンザ、それの感染者数と、死亡者数というのをそれぞれ数字を上げておきました。で、ご覧になられた方もいるかもわかんないけど、ちょっと数字をもう一度上げておきます。COVID-19 感染者数が、2020年3月31日時点で、横浜に停泊していたクルーズ船の含めた数字として感染者数が2712名、日本国内の、感染者数クルーズ船含めて2712名で、死亡者数が70名で、交通事故、これは2019年1年間ですが、発生件数が38万1237件、死者数が3215名で、続いて自殺者数、これも2019年の年間で2万169名でした。というか、これは厚生労働省だったりが出してる
情報に基づいて、まあ、それぞれSNS には情報源というかそのリンクも貼ってますけど、でこれで言いたいことは、COVID-19 が、まあ、それぞれ、まあ、死亡者数死者の数で数えると COVID-19 が70名交通事故が、3000名自殺者数が2万名という数字です。で、あとは、通常のこの2019年に発見されて2020年に広がっているこの新型ではなく従来からある、インフルエンザでは、まあ、感染者数はちょっと正確な数字は拾えなかったんですけどっていうのは多分どこも把握していないようなので、見つからなかったんですけど、まあ、1000万人以上いるのは確実だろうと。で、でインフルエンザによる死亡者数が3325名です。ちょっとこれはツイッターにもフェイスブックにも書かなかったんですが、インフルエンザで亡くなられた方と、インフルエンザによる肺炎の死亡っていうのがちょっとどこまで切り分けられるかっていうのがなかなか難しくて、まあ、この数字をどこまで信用するかというのは置いといて、まあ、数字の正確性というよりは大体のオーダーを知っておくことが重要かなと思って、インフルエンザが3000名以上、で交通事故も3000名んだな。 で、で自殺者数が2万名に対して COVID-19 は、3月末時点で70名で、これがまあ多いか少ないかという議論というよりは、まあもちろんこれが現時点では、まだ広がっている最中ですので70名で終わるわけではないんですが、ただまあそういうオーダーですよと、そういう規模ですよというのを把握しておくことが冷静に物事を見る上で重要だということで数字を提示しておきました。で、なぜこういった数字を提示したかというと、まあその感情的になっていると知性が落ちますよと、だから冷静に知性を働かせましょうねということで、で数字を出したんですが、ちょっとそのあたりをじゃあなんで、なんていうのかな、数字を見てると知性が上がってくるのっていうのを、説明しますが、そうだな、ちょっとキリがいいのでここで一つ動画を切って、で次の動画で、その脳の働き、心の働き、感情的になると知性が落ちる、逆に数字を扱ったりとか論理的な思考をすると、まあそういった論理的な思考ができる、逆に感情が静まっていく、不安とか恐怖が消えていくというそういった仕組みを、次の動画で説明します。